はい、お茶です。こんばんは。というわけで今日は画質設定について話していこうと思います。結構アップデで重くなったなって感じる人が多いと思うので、こういう順番で設定を直せば結構いい感じになりますよっていうことを言えればなと思います。はい、まず設定開いてもらって、ここの画質設定ですね。で、順番としてはまず最優先、こちらのフレーム数設定、これは60フレームに必ずしてください。おそらく全然違う。例えばこの中だと、まあこんな感じで、まあこれ1秒間に表示されるパラパラ漫画の数みたいな感じなんですけど、フレーム数ってこれは60と20じゃもう大きな差、特にこのゲームって1秒以内に決着がつくことが多いので、ここは最優先だと思いますね。で、次にドローディスタンスですね。まあ描写距離の話なんですけど、単純にこの中になるか最高になるかで、敵の表示される距離というか、まあ、敵が見えなくなるんですよね、遠くの。なんで、ドローディスタンスは最高にしとかないと、索敵が難しいというか、敵が結構消えます、突然に。なんで、ここ2つ最優先です。はい、で、次に、フレーム数とドローディスタンスを最大限最高にしちゃうと、重いから無理って人は、ここを下げてください。流暢とか。まあ、流暢はさすがにきついんですけど、均衡で最大限、まあ、これがいいかなっていう。流暢まで行くと、まあちょっとこの話、今回の話は厳しいんですけど、まあ、均衡に下げて最大限ドローディスタンス最高にしとくと、まあ全然違うのかなっていう。ここはもう携帯のスペックの問題ですね。で、あとここ、僕は全部オフにしてます。地味に、まあ、この光の強さだったりが変わるんですけど、まあ、正直ここで重くなるぐらいなら全部消していいかなっていう気はします。一応光量効果っていう、まあ、光の効果、あとハイダイナミックレンジだったかな、なんか光の表現できる幅を増やすんですけど、この HDR が、まあ、一応オンにするとギリー数値とかは見えやすくなります。なのでまだスペックに余裕あるわってっていう人は HDR からオンにしていって、で、キャラのシャドウ、光量効果、この順番で僕はオンにしていっていいと思います。スペックに余裕のある方はこの順番でいいかなと思います。あと画面タイプに関しては、まあ柔和、カレー、写実、まあ好みの問題ですね。うん、まあここはそんなに変わらんかなと。まあ、僕は普通にだからデフォルトにしてます。まあインスタ映えするかどうかっすね。で、あとこの録画設定、もうこれはマジで関係ないんで基本オフでいいと思います。インスタ映えの話です。そんな感じでまとめると、フレーム数設定を60、ドローディスタンスを最高で、スペックが厳しい人は均衡に変えると。で、これは全体60に戻しておくと。はい、そんな感じで自分の携帯に合った設定を見つけてみてください。それではやっていきましょう。マジかよ、痛え、これは痛え。5人ぐらいか、そんないないか、撃てねえな、拳銃じゃ撃てねえんだよ。現地5人は確定したな。これはきつい。撃つなって、どっかで寄らんとな、マジで。いや、武器がやべえ。あそこの葉っぱとぐらいか。これ寄れそうだけどなぁ。よっちょ、ありがてえ、宇治。葉っぱだけか。どこいんだ、いる。あっぷねえ、なんとかなったー。ぬるぬるだわ、全然違う。30フレームから60フレームに上げた瞬間からもう全然違う。
重いって言ってる人の半分多分これだと思うんだよな、やっぱり。さて、どこ行くか。サッカー場やっぱおもろいな、おもろいけど、スチームだとやっぱデパート。これはもうね、鉄い。あ、サッカースタジアム勝った時、ここがね、地味にでかい。この街は結構あされるイメージあるわ。最近寝て起きた後、手がプル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 震えて、なんかダメなんだよな。衰弱してんのかな。マジで寝起き1時間ぐらい本当に動けない。何なんだろうか。上京してから9年ぐらいかな経つけど、いよいよ栄養不足やばいんじゃないかと思って、食生活悪すぎて青汁飲み始めたよね。いや、前から飲んでたけど改めて青汁をしっかり飲み始めた。だから多分3ヶ月後ぐらいに俺お肌めちゃめちゃツヤツヤになってると思うんだよね。なんなら顎も結構引っ込んでるんじゃないかな。テンション上がるわ。でもこのちっちゃい家ムーブもね、最近たまにいるんだよね。結構ドア全開で閉めてこもってる人、あれがマジできつい。今回は本気できつい。結構ドアが開いてるとか開いてないとかで判断すること多いから、マジでドア閉めムーブ今回強いなって思ったね。おい、ほらな、もうマジでいるんだよな。どこだ。詰めるか。やべ、うんうん、危ねえ、マジで。あったー、見た、さゆちゃん CSLR4。 これはドンしてえな。 CSLR4 ちょっとやりすぎなんじゃないかって今さら思ってきた。なんかな、これはやっぱ出したらダメな銃なんじゃないかっていうのはね、多分みんなひしひしと感じてると思うけど、ダメだと思う。強すぎる。いや、使ってる本人は最高に楽しいんだけど、使われた方がマジゲロいんだよな。どっから撃たれるか分かんないから、正直外にいる。おい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 、やばいな。俺か、どこだ。いた。うん、オーケー。なんかスコープも結構視野が狭くなったから、その最初に構える時にもうある程度そこに照準があった状態でスコープにしないと、うわ、痛えな。かなり使いづらいかなって思ったっすね。なんでスコープ構えてから横にぐる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 する人は、今回は結構白照準を先に合わせて撃つっていう手法を取った方がいいと思いますね。一層厳しく、こういう感じで。わかんねえ、全然。どこだ、移動すっかな。どこいんだ、さっきの。いやー、これだから山上の戦いか。好き。今回山上の戦いマジでおもろいから、俺新マップのいいとこってこういうまさに3次元の戦いではないけど、結構開けたとこでの戦いが多いっすよね。俺結構好きなんですよ。こ、あ、いた。新マップの魅力は多分こういうアンチじゃないかなって僕思うんですよね。戦略的になるし、位置取りが難しいから、その分最高。個人的に山の位置取りってやっぱり起伏だったり、あとは岩、木
これをいかに利用できるかだと思うんで、結構慣れてくると僕は楽しいと思いますね。いた。何の音だあれ。 APS か。やっぱ M27 より M4 とスカーだと思うんだよな。なんか苦手だわ M27 旧号式も。あと山上の戦いで僕が気をつけてるのは、こっちから来たらやばいとか、あとこっちは今やったし相手が通ってきたから大丈夫だとか、まあ、読みが結構必要になってくるかなって思いますね。でアンチ狭まる前に後ろだけは絶対取られたくないから、後ろを入念にチェックしてって感じで回っていくか。おお、あぶねえ。これ上がんのきっついな。どうしよう。あと4でしょ。一人も死人できてないんだよな。300方向に1人。今やり合ってるうちって感じだよな。え、右いたらマジきついな。頼むよ。マジ頼むよ。テンション上がれ。もうちょい奥でしょ。うわ、なにこれ、やばい。まっすぐ行こう。バレてんのか。あと2。え、これじゃないんだよな、さっきの銃声。これとやり合ってた可能性あるけど、なんだったんだあのグレネード。怖え。おい、あ、撃ち合ってる。チャンスすぎる。一人あの木でしょ。サプレッサーと木がいる。シューターいつの間にかやべえ数持ってるわ。木だと思うんだけどな。おいしい。あと一人サブレッサー奥でしょ。これさすがに有利かな。オーケー。